皆さんどうも、ピーマンドです。というわけで、今回、俺と巨人の30年物語実況2回目でございます。よい。2回目となる今回はですね、前回1回目は開幕戦の試合をプレイいたしました。残念ながらヤクルトン勝てず、開幕戦勝利となりませんでした。3-0、完封負けですね。ヒットはたったの2本のみ、そのヒットも、2回までに打ったヒットですからね、2回以降は1回も打てずですよ。ほんと悲しい試合をね、開幕戦からやってしまうっていう、もう巨人ファン誰も見に来てくれねえんじゃねえかな。ちょっと不安になってきた。怖えな。いやいや、まだシーズンありますから、あと142試合残ってますからね。1年目から俺は結果を出しに行く。2回目の今回はですね、開幕戦残る2戦残ってますからね、このカードをプレイしていこう。まず今季初勝利だね。まず1戦目は出番設定でね、チームがピンチになると私ピーマンが操作していこうかな。やっぱ抑える方でしっかりこのヤクルト打線を抑えて、そして、打つ方ではちょっと CP に任せましょう。俺は打てない。分かってるんでね。俺は打てないということに。今日のベストオーダーはこんな感じ。先発はマイコラスですね。現実ではこのマイコラスは怪我してますが、まあ、パープロではね、怪我はしてないので使っていきましょうよ。しっかりとマイコラスを抑えてくれよな。じゃあ、やっていこう。イエス！今季初勝利目指していこうぜ。頼むぞ。完璧に抑えてくれ。1回からピンチを招く。2アウトランナー2塁1塁。バッター雄平。前回の試合ではホームランも打たれてますしね、完璧に打たれたよ。ただこのピンチ確実に乗り越えていこう。外野前進しとこうかな。まあ、長打ある選手ではありますが、まあ、1回からね、初回から1点は与えたくはないので。ナイスストレート。いいとこに決まった。で、スライダー。負けます。レッツゴー、レッツゴー。サイガー落としとこうか。フォークどうだ？ってこい。よしよし、当てただけ。坂本、坂本、前進、前進、前進。なんだか、レッツゴー。ほー、素晴らしい。ナイス守備。これは坂本でからアウトできたことだよ。叩きつけた打球。前進からのこの肩。他のショート、セリーグのショートじゃアウトにはできない。パリーグもそうだよ。なんとか1回はゼロだよ。うわ、見ないで俺のベストオーダー。さらさないで。これひどいでしょ。何も応援したくなくなっちゃうでしょ。頼むよ。おお、初回から2点。やべえな。やっぱ俺が操作したから前回は点が入らなかったんだね。うわ、悲しくなってきたな。よーし、ナイス。今季初得点、それも2点が入りましたよ。素晴らしい。このイニングはもうちゃんといこうぜ。はい、オッケー。完璧、マイコラス。なんでピッチャー石川ですからね。ここがもう3球勝負で一気に蹴るよ。あぶねえ。はい、イエース。ただ2イニング連続でピンチ招いてるからね、ちょっとそこのとこしっかりしてもらいたい、マイコラス。下位打線に打たれるのはあかんよ。またかい、3イニング連続、2アウトランナー1塁3塁。あ、しかしチーム1点入ってるね。ナイスナイスナイス。ここでまた雄平か。引っ張りシフトかな。よく引っ張ってくる選手だと思うんでね。引っ張りシフトで打たせて取る。三振はないかなと思うんで。おっと、流されて、うおー、シュワル、よかった。まさかの流されるっていうね。全部インロー行ってるからね、ちょっと外行ってみよう。おお、当ててきたね。やっぱ正解だわ。おい、ど真ん中失投。これは通れない。オーマイガー。クルーズの頭上を越えていくタイムリーヒット。今ジャンプしたら取れたね。失敗した。いや、今ね、取れるかなと思ったんだけどね、一瞬頭越えてたね。さて、バレルティ。おいおいおい、殺す気か、やめてくれ。ここも引っ張りだね。やべえ、怖すぎる。この場面でバレンティンとか。よしよしよし、ナイス。よく振らした。で、最後1球。この1球が怖いんだよね。甘く入れば持っていかれるぞ。スライダー。ちょっとすっぽ抜けた。スローカーブ。どうだどうだ、クルーズ。よーし、これが1点はやったが、しかしバレンティンはセカンドフライだ。素晴らしい。もうちょっとここでの逆転ホームランも覚悟したけどね、一発打たれれば一気に逆転ですから、ただ3イニング連続のピンチ、そしてマイコラスももうスタミナ切れかけてるよね。どうだ、おあー、5回の表、ノーアウトランナー1塁3塁で、ヤーマだ、終わりだろ、こんな。マイコラスもスタミナねえな、今作もまたちょっとスタミナ切れやすいのかな。パープロ2014でもそうだったからね、最初の方はアップデートで良くなりましたけど。よし、ここは山用三振だ。オッケーオッケーオッケー。うわ、マイコラス疲れてる。スタミナ完全に切れたね。愛持っていかれた。ゲームオーバー。そんなに悪い球でもないだろう。逆転のスリーラン変えるべきだったね。いやいや、スタミナ持たなさすぎるわ、ちょっと。マイコラスは降りました。ヤヌキ、そしてまたピンチを招いてるっていう。ボコボコに打たれてるぞ。チーム逆転ですからね。ここはもうゼロでいこう。もうこれ以上はいかん。うわー、振ってこねえ。マジで。よし、もうここ3球勝負でしょ。いやもう勝負いこう、早く勝負いこう。おい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 、2球何外してんだよ、入れろっつってんのに。そして打たれるんかい。ここまで無様なこともないね。何をしてるんだいこれ。この回ホームラン浴びてごじゃごじゃするな。もうこれ以上のグダグダはいらんぞ。簡単にいこう。イエス、あと1球。よし、当たり前だけどね。しかしこの回逆転のスリーランホームランを畠山、打たれたのが失投ならいいんですけどね。失投じゃない、低めついてる球を打たれてるからね。2アウトランナー2塁1塁。試合は4対3でまだ負けてるね。マシソンですらピンチを招くのか。しっかりしてくれ。ちょっと投手陣が不安定すぎる。よし、ナイス。ラスト1球全力。はい、決まった。おお、しかし中村カット素晴らしいね。よくカットした。よしよしよし、カモ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 、クルーズクルーズ、ゲッチュ、ナイス。7回表のピンチ抑えたぞ。さて野球は7回裏からだい。ここから打っていこうぜベイベー。1点差だぜ。終わった、そのまま終わりかい。開幕2連敗、嘘だろ。畠山のスリーランが決勝ホームランとなったね。いやいや、今日の打者の調子を考えたらさ、もっと点入るかなと思ったら、まさかのそこから沈黙。ヤクルトに一度も勝てず、今季初勝利はお預けですよ。マイコラス今季1敗目ね。畠山5回に今季1号、石川今季1勝目。ルーキーという外国人が1セーブ目だ。面白い名前だね。打つ方では良かったんだけどね。立岡今季初打点だろ、坂本今季初打点、ギャレットも今季初打点。初回だけかい、打ったのは。前回と同じじゃないか。前回は点は入らなかったけどね。投げた方ではマイコラス4回3分の1を投げて4失点。自責は3だね。マイコラスのスタミナを持っても、いや、単純に球数が多すぎたんだね。そういうことだ。別にこのゲームの仕様とかじゃない。前作はね、ほんとスタミナの減りが早すぎてね、先発が、ほんと全然イニング投げれなかったんだけど、今回に限ってはマイコラスの球数が多すぎただけだね。嘘でしょ?クモン選手が全治1日の月指、あ、よかった、全治1日か。いきなり何やってんだよ。月指とかお前、シーズン始まってまだ2試合目だぞ、お前。さて、今回の実況最後の試合になりますね。ヤクルト、3連戦の3戦目。開幕戦一度も勝利することなく、ここまでこの開幕カード来てますよ。残念ながら勝ち越しではもう終えれないからね。負け越しで終えることになりますが、最後にね、勝っていきます。今日の先発は田口。田口か!ローテーション3番目が田口なの?おむはやしの方がいいと思うんだけどね、俺は。いや、田口はちょっとダメだな。おむはやしで OK ですね。で、今日はね、ちょっと矢抜きですね。この選手を、オフにしておきましょう。スタミナがないのでね。で、菅野もオフにしたいんだけど、オフに入れれないっていうね。全然先発体力回復できねえや。まあいいか。今日は先発は重林ですね。で、打つ方ではどうしようかな。クルーズまだ 2試合でヒット出てない。まあ、これも特に変えることなし、まだそんなね、打順はいじらなくて OK ですよ。OK、じゃあ2試合目はチームがチャンスになると私ピーマンが打撃で操作していきましょうよ。今季初勝利必ず上げていきましょう。やっていこう。イエス !3 戦目だ。チャンスを作れよ。うち先制点を与えちゃったね。早いな。さてクルーズ行こう。ノーアウトランナー2塁。カモーン。今季初安打まだ出てないからね、この辺で打ってくれたらいいんだが。おお、早い、全力、素晴らしい。お、スリーワンか。フォアボールもあるな。おお、入ってんのマジで。わーお。よし、ここはフォアボールいただきました。ノーアウトランナー一塁。そして亀井、まず同点だ。あー、ちょっとバットのどうだ根元、山田追いつくんかい。駆けで走ったんだけどね。トリプルプレイ、オーマイガー、やらかしたー。ワンアウトじゃなかったの？ノーアウトだったんだ。勘違いしてたね。わーおトリプルプレーで、山田のいい守備もありましたけどね、これは完全にうちの走塁ミスですよ。何これ開幕3戦目にしてトリプルプレーを食らうというね。お、ここはもう絶対1点でしょ。取っていかないと。ミート打ちだね。強振はいらない。嘘だろ。わーお、やっべえ、これひでえ。全然点入らん。全然打てん。絶対に点の場面だったのにないわ。亀井の先の打球もいいとこ飛んでるからね。もっと遠くに飛ばせてたらヒットだった。あー、ダメだ。もう最悪、このチャンスも打てない。1点差早くね。オムハヤシに援護をやりたいんだが、俺が不甲斐なさすぎる。チャンスは作れてんだ。立山を打とうぜ。よし、またチャンス来たね。ノーアウトランナー二塁一塁。絶対に1点取らないとダメだよ。このまま完封とかあかん。もうひでえな。ゲッツーだ。うわーお、何これ。さてギャレット、力を見せろ。今日はマルチ安打。もうそろそろ一発が見たいな。はい、無理でした。ひどい。どいひー、点入らひゃー。なにこれ全然応援したくない。どうしたらいいんだろう。打ち方がわかんない。ナイス、チーム2点入ったね。ナイスナイス、逆転。ホームラン打ったのかわかんねえけど。そして初球ポップフライ。オーマイガー、クソまみれひでまあいいや、CP が2点入れてくれたからね。今季初勝利まで。どうだ、もう3点目入ったね。イエス。俺何もしてないけど。俺ほんと何もしてない。ただただ凡退しまくっただけだけど、今季初勝利いただきました。開幕3戦目にしてヤクルト戦に無事勝利。3対1ですね。本日のヒーローお前し、7回1失点で、村田ナイス決勝ツーランですね。あの2点は村田のホームランだったんだ。村田のおかげで勝てた。ありがとう。チームにようやく白星です。ただピーマン、開幕してからプレイしてるが全然何もいいとこなく、前回は打たれ、そして今回はノーヒット、ただ2点入るっていうね。3点ですか。どの上にも今季1号が生まれてるね。これ代打で打ったホームランじゃないか。どうだ、そうだよね。素晴らしい。さすが代打の切り札だね。代打ホームランで、これダメ押しの1点だよ。この1点なかったらちょっと沢村危なかったかもしれないね。よし、今日は打ち勝ちました。というよりかは投げ勝ったと言った方がいいのかな。お前し7回投げてこのピッチング内容素晴らしすぎます。基本塁打1本浴びてるね。誰に浴びたんだ。山田あたりかな。誰だ、見ていこうか。ちょっと気になる。あ、バレンティンだ。これ今季1号だね。バレンティンに浴びちゃったんだね。まあ、しゃーないわ。打たれることは悪いことではない。ただちょっと早いイニング打たれすぎかな。3回、4回ならわかるんだけど、2回だとね、いきなり相手に先制点与えると、やる気をなくすよね。イエス、今季初の勝利。これは非常に気持ちいいが、このカードは、1勝2敗という成績で幕を閉じました。スタートダッシュのところで言うと完全に失敗ですよね。バナナの皮踏んで滑り落ちたみたいな。完全にこけたっていう。それも頭からね。ひどいスタートダッシュになりました。そして移動日ですね。ここでバッテリーが解除された。オーマイガー、コントローラー使えなくなったね。オッケー、わかりました。じゃあ、今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次の実況はですね、明日の実況では横浜3連戦ですね。今季初のカードになります。こちらのね、カードをプレイしていきますので、次回の実況もまた見てくださると嬉しいですよ。じゃあ、グッバイ、また会いましょう。